さんこんにちは。囲碁の女流棋士で関西棋院所属2段の富田咲です。今回はまたちょっとゲーム実況をやっていこうと思うんですが、また任天堂さんからスーパーマリオブラザーズ35っていうゲームが出たので、早速それをやってみたいと思います。まあね、マリオブラザーズ35周年っていうことらしくて、それを記念してできたゲームらしいんですが、普通にマリオをプレイするだけではなく、なんか対戦型のゲームっていうことで、まあちょっとね、ちょっとどんなゲームなのか想像がつかないんですけれども、まあちょっとやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。対戦開始。はい、というわけでスーパーマリオブラザーズ35やっていきたいと思います。いやもうなんかこのマリオ見てください。めちゃくちゃ懐かしくないですか。いや本当にもう私これ小学生ぐらいの時だったと思いますよ。なんかかなりやってたんで、すごい覚えがありますこの感じに。ただしその時と何が違うのかっていうと、これ35人で一緒にやるっていうことで、まあ、対戦型らしいっていうことなんですよね。でまあそのマリオで対戦型の意味がいまいち分かんなかったんで、ちょっとすみません、2、3回だけちょっと練習しました。どうやらまあこれはルールは一緒なんですけど、こうなんかこうクリボーがこう歩いてるじゃないですか、敵キャラが。この敵キャラがどうも倒すと相手のところにその行くらしいんですよ。で色違いのクリボーがいるじゃないですか、こう濃い色と薄い色がいると思うんですけど、この薄い色っていうのがどうも敵から送られてきたやつらしいです。よっしゃ、土下に入れた、懐かしい。まあ、コインはたくさん取っとくといいことがあるという噂を聞いたので、とりあえず取っていく。でなんかこれルーレットなんですよね。ああやってルーレットになっていく。でこれ今これになってる、これになってる、これになってる。これちょっと待って、みんな溜まってから行こうか。じゃあピョンと外していく。これ入れないのか。入れないんだね。ちょっと時間がない、時間がない、時間で、時間がないっていうのはつまり時間が切れると、時間が切れるとですよ、負けになる、死ぬってことらしいんですよ、どうやら。だから鳥、ちょっと何ちょっと上からなんか、何あいつ、ちょマジかよ。ちょっと待って、こんなん知らんし、上からこの何なんかフグみたいな、はあ、だちょっと、はい、気を取り直してね、もう一回ちょっとやっていきたいと思います。まあ最初はまあ大体一緒ですね。まあ最初からこう、あえて狙われてる。で、なんか前になんか一回、テトリスの動画を私上げさせていただいたと思うんですけど、まああれと要するに同じような感じですよね。敵のことを攻撃もできるし、あれ入れない。あっちか。あれが入れる土管か。とりあえず入ってコインは稼いでおきたい。ただし、あんまりモタモタしてると、つまり時間がやばいっていうことですよね。まあ、こういうのも惜しげなく使っていく。20枚コインが貯まると使えるんですよね。あれあれで、おー、懐かしい。この感じ懐かしすぎる。あれ欲しい。あれめっちゃ欲しい。取ったどーで、めっちゃ震えてる。可愛くないですか、あの震え方。いやー、なかなかの音ですね。ちょっと取っていって、よし、だー、めちゃくちゃ気持ちいいんだけど、これとりあえず一気に。で、敵を倒せば、まあ、時間が増えるっていうことなんですけど、パックン、あー、何やってんだ、バカー。ジャンプするつもりだったのに。まあでもこれ、だんだんコース慣れしていったら、まあ今20位ですけど、順位上がっていくんじゃないですか。もう一回頑張っていきたいと思います。先まで進んでみましょうか、今度。なんか敵に囚われずに。もうちょっと先まで進みたい。どんな世界が待ってるのか。だからそれまでしっかり生き残りつつ、先の世界を見れるように、次はちょっと3回目だし、頑張っていきたいなと思いますね。もう最初はもう大体分かった。この感じは分かった。まあ、この辺もスピードアップしても慣れてきた。あ、これキノコはでも取っといた方がいいから、しっかり取っていく。で、この辺の土管には惑わされず、しっかり進んでいく。この辺が、いつも色違いのクリボーがいて困る。あれ？今の土管だっけ？もしかして。私今逃した？あー、逃してる。しまった。まあいいや。いやー、
このフラワー好き、もう昔から好き。これこれもう本当に無敵でしょ。こうやって負ける気しなくなる一気に、これが来ると。でもちょっと待って、あと20秒しかないってどないなっとんねん。やばいってマジで。え、だって見て見て、敵から送られたさ、クリボーがさ、こんなにいっぱいいるってどういうこと。え、今の見ました、今のプレイ。はいはいはい、なるほどね。で、ちょっととりあえず入っていく。はい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 。これ取っておくよ、取っておくよ。でもこれ一気にこれ倒していかないと、ほんと時間ないからね。敵倒せばとりあえず時間増え。このさ、挟まって震えてるクリボーがさ、可愛くてしょうがないんだけど。そこにいるじゃんの、この子とかは。ああいうのもさ、すごい可愛いよ。わかるわ、私でもその気持ち。前に進みたいのにさ、挟まっちゃって動けない。どんな悲しい気持ちなのか。しまった、こんなところに入ったばっかりに俺は。そういう気持ちでしょうね。さっきこれね、上に上がったばかりに死んだんですよ。この子慎重に行くわ。もうコインとかに目もくれず。本当は目もくれた方がいいんでしょうけど。え、何この音。あ、入れた入れた入れた、嬉しい。おー、見てください皆さん、宝の山でございます。え、とか地味にさ、私コイン70めっちゃ溜まってんじゃん。コインちょっと使ってみよっか。あれこれ今までで一番調子いいんじゃない。使うよ。何が出るかな。え、何あれ、ゴム、ゴムって何、ゴムって。え、消えたんだけど、何かな。え、何何、即やんなきゃいけないとか。え、てか何をしたらいいの。あ、てか持ってんじゃんそれ。なんか無駄遣いした気がする。超もったいなかった気がする。よくわかんないけど、やべえ、使い方がわかんなかった。とりあえず進んでいく。で、よいしょよいしょ、これゴールと見せかけてまだ続く。で、で、あの亀さんを倒していく。で、コインを、え、クッパだ、クッパ、クッパだよ、クッパ。え、これボス、何これ。え、ちょっと待って、何何、ちょっと聞いてないんだけど、よくわかんない、何あれ。え、無視したらどうなんの。やばい、火吹いてんだけど、何あれ。え、ちょっと聞いてない聞いてない。 XX を押すんだ、よくわからんけど。で、これこれこれ、欲しい欲しい欲しい、ちょっと待って、 X だって。だから何これ、欲しい欲しい。あ、どうやってあれ使うのね。え、あのさ、出るじゃん、ブーってやって。でね、それの使い方がわかんない。ちょっと待って、あれせっかくさ、コイン使ってさ、出してんのにさ、強いのを使い方がわかんないっていうさ、もったいなさすぎんだけど、全部無駄にして。ちょっと待ってよー。あら、なにこれ、やばいじゃないの。やばい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 、ちょっと、あー、なにこれ、ちょっと待って、音速くなってない。そしてなんでこんな私のことせかす音になってんの。さっきまでばったりしてたじゃない。え、どうしたん。あー、ちょっと、え、っていうかさ、見て、ちょっとよく見たら、よく見たらさ、待って、私さ、え、私さ、今地味に順位、え、35人中残り 3人でしょ。ちょっと待って、めっちゃチャンス、ちょ、やばいやばいやばい、危ない、土管入れないの、土管。ちくしょう、土管に入って時間稼ぎ大作戦が失敗したぜ。ちょっと待って、なんか欲しいんだけど、キノコかなんか。私でかくなりたいんだけど。やだー。え、とかさ、この3人が全然さ、死なないなんて言葉を使っていいのかな。倒れない。怖い、もうやだ、行きたくない、あんなところ。それ行け。ちょっと待って、めっちゃ怖いんだけど。もうやだ、怖くなってきた。ちょっとプレイに、急になんか自分が高順位につけてると知った途端に、私のプレイに、え、でも時間がない、時間がない、時間がない、時間がない。あ、ちょっとこれ使う、これ使う。あ、これマジどうやんの、マジで頼む。何これ、ボムってどういう意味だし。ちょっとこれ本当に、おし、来た来た来た、あ、来たよ。ちょっと気持ちにゆとりが生まれるよね、これによってね。あ、もう私のことをビビリとは呼ばせない。え、今のさ、亀倒してよかったんかな。あ、大丈夫だった。いや、もうこういうね、手に汗握るこういうステージやめていただけませんか。え、ちょっと、はあ、よし、行った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 。で、あの辺の亀とかしっかり倒してく。で、この辺の亀も倒してく。で、あの亀なんて言うんでしょうね、あの緑のノコノコでしょ、あの赤いなんか羽生えてるやついるじゃないですか、あれなんて言いましたっけ。マリオカートにもいるよね、あれ。
なんかよくわかんないで使ってましたけど、結構愛用キャラなんですけど名前は知らない。名前はまだないってやつか。とりあえずこのクリボーを倒す。で意外と時間がピンチ、残り2人やん。このさ、おっ、え、ちょっと待ってください、来たんじゃないですか皆さん、これまさかの、え、来たんじゃないですか。おお、やりましたよ、やりました。あのここで私は1位を取ることができました。やりました、やりました、よかった。皆さんにあのちょっと頑張った姿をお見せできました。はーい、まあまあ、 あの純粋にね、あの小学生の時に楽しんでたあの心を思い出して楽しんでプレイをしていきたいと思いますよ。こうね、対戦だとか相手がいるとか、なんかそういうこと考えるとつい肩に力が入るけど、こう、これ欲しい、これ欲しい、これ強い、そういうこと考えると肩に力が入るけど、あの時の気持ちを思い出して純粋にね、こうね、敵を倒していく。このこれもめちゃくちゃ好きだった。私このアイテムが一番好きだったわ結局。まあこれとスターでも、スターってね、モロハの剣で結構なんかスターで調子に乗ってバーって、まあ、敵倒していくけど、油断すると、土管に入れなかった。油断するとあれ、なんか気がついたらスター終わってんのに相手に突っ込んでいっちゃって死ぬみたいな経験。え、ちょっと待って、めっちゃ時間ないやん、なんで。え、ちょっと時間なさすぎるんだけど、ちょっとこの辺のクリコ、時間なさすぎるってマジで。ちょっとなんで敵倒してんのにさ時間が増えないのさ。あ、助かったよ、この辺になんかいっぱいいてくれて。けど依然時間ないからね。あの辺のさ、震えてんじゃん真ん中で。ああいうのもね、もうしっかり狙っていくから。私の時間稼ぎのためにはね、あんな震えて見せたってね、ダメだからね。あぶね、死ぬとこだったけど、まだ時間ないね。なんで、あの、ちょっと、あのパックも狙っちゃう？パックン出てこんへんやん、肝心の時に。よし。やべやべやべ、マジかよ、あの甲羅油断したぜ。あー、やばい。本当にやばい。本当に、やばくなってきた。時間がない。え、てか、なんか時間さ、え、なにあのクッパ、なにあれ、なにあれ、あいつ倒したら時間増えるんじゃね。あ、いけない。いけないよ。なんでこんなとこにクッパがいるんですか？ちょっと待ってください。あれ、クッパ？クッパですよね。もうちょっとしかし先に行きたいよね。よーし、ちょっと頑張っていきたいと思います。もう今回はね、1位狙うよ、ズバリ。ズバリ何を目指してるのかって。1位を、今までのプレイングを見て、いや、そんなの無理やろって皆さん思うと思うんですけど、そうでもないと私は信じてる。で、この辺土管入っていく。この辺のコインもしっかりさらっていく。とにかくスピードが大事。でもこれ X をして惜しげもなく使っていく。20枚貯まったらね。なるほど、今のボンってやつさ、敵が倒せるんだね。うん、でこれがフラワーだから、これしっかり取ってクリボーを倒す。でこの辺もコインを取って、あの辺に震えてかわいそうだけど踏む。こういうの容赦しない。よく見たらこれ取ってんだから、これ使えばいいじゃんね。こうやってこの辺もしっかりと倒していき、であの辺の4つのコインをしっかり回収して、この辺を倒していく。いい感じだと思いますよ、ここまで。おそらくあとは死なないようにね、ある程度頑張っていきたいよね。あー、失敗したね。今欲しかったんだけどな、コイン。で、この辺のやつを倒して、入っちゃおうか。時間がね、結構ない。時間がないね、時間が。で、敵がいないじゃないですか。敵がいないと。来たよ。来たよ。来たよ、格好の。時間がない。敵がいない。なんだよこれ。ちょっと待って、こんなことしてる暇じゃ。え、何このコース、知らない。やばい、知らないコース来たし。この、え、何あの炎。やだ、時間ない時に限ってこんなよくわかんないコース。やだ、あー、
ちょっと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 死ぬ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 。あーしまった、初めてのコースで分かんなくなった。はい、というわけでね、引き続きやっていきたいと思います。はい、というわけでやっていきたいと思います。まあね、これも私このゲームはもうね、かなり昔やり込んでた的なことを言いましたけど、いやもうそんなこと言ったらね、飛び田さん、あなた本当にそんな昔からゲームばっかやってて囲碁の勉強全然してなかったんじゃないかと思う方いらっしゃると思うんですけど、まあ本当にね、あの時はゲームばっかりやってましたね。なんかもう結局その好きだったんですよね、ゲームが。どうしようもなく、どうしようもなく好きだったからやってたんですけど、強い魔の技、高校生ぐらいの時にね、こんなゲームばっかりやってたらダメだ、さすがにプロにはなれないと思ってゲームをね思い切って封印したっていう経緯がある。じゃないと無制限にやっちゃいますよね、楽しくて。ついついこの辺のクリボーを全部倒すの、この辺とかも倒しの、なんかもうこの瞬間がすごい気持ちいいわ。で、とりあえずコインをしっかりがっつり回収しつつ、この辺も一気に倒していく。まあここまではね、だいぶコースの感覚がつかめてきたらまあわかるとは思うんですけど、問題ですよ、ここからですよ問題は。しっかり回収していくね。でもなんだっけ、私が今昔やってたゲームってマリオの何だったんだろう。これと同じなんですよ、これと同じ携帯で、ほんとまさしくこんな感じで、結構まあステージ上の方まで勝ち上がっていったっていう記憶はあるんですけど、あれ何のソフトだったんだろう、ゲームボーイだったのか何なのか、その記憶すらも曖昧ですね。これも土管入っていく、で出てく、またこれどうかな、でまた違う、んどこだこれ、あ最初のコースに戻った、あ最初に戻ってる、最初に戻ってるわ。最初に戻るっていうのはまあ私としては嬉しい。なんかねこれランダムらしいんですよね、結構これどのコースになるかっていうのはアドランダムらしくて、だってさっきこんな花いなかったし、若干変わってるような気もするんですけど、でもこれ普通に見覚えあるもんね一緒ですよね、どう見ても。コインがね超溜まってるんですよ、だから使っちゃう、なんかわかんない、何もいないけどね周りに。フラワーか、今持ってるから意味なかったんかな。これどこ、あこれちょっと待って、あんまり経験のないコース、上になんかのこのこ歩いてる、この赤いカメさんを倒す、赤いカメさんはなんて言うんだろうね、のこのこ、のこのこはでも緑でしょ。この辺も慎重に渡って行きの、これちょっと微妙に気使うね、あこれじゃあ乗ってもいいんだね。でここもこう慎重に渡って行きの、この赤いカメさんをしっかり倒し、あそこでパタパタしてるの邪魔だから今倒しちゃった。これも怖いな、微妙にこういうの気使うね、こういうところね。でこうやって結構進んできたよね、感じが。何あれ、よいしょ、この辺なんかねマリオがね微妙に滑るから、あの本当に落ちないように気をつけてる、細心の注意を払ってる感じがする。これ登りたいね、パックに邪魔だから倒しちゃおう。でこの辺もよし、よし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 、危ない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 。でもなんか地味に時間がやばくなって、あれまたこのステージやん、なんかもうエンドレス、エンドレスなんこれ、エンドレスなん、なんか急に曲層が変わったけど、曲の感じが、曲の雰囲気が変わってきた。さあ見てください皆さん、
私はしっかり今気づいてますよ。残り5人だということをね。めっちゃチャンスっていうか、なんかでもなんか分かって敵増えてない、なんか、ああ私の殿下の宝刀が欲しい欲しい、あれマジ欲しいんだって。ちょっとみんな、よし、危ねえ危ねえ、マジ危ねえ。この辺全部洗いざらい、敵が増えすぎててさ、めっちゃ倒せるんだけど。まあ私もこれがあるからいいけどさ、これみんなだって全部色違いだからさ、全部送られてきたんでしょ、この辺でパックンとか。どんだけ送られてきてんで、誰が倒したんだしこれで、こうやって倒していく。よしよしよし、そうだ、コインを忘れてたね。使っちゃおうか、なんかこれこれまたフラワーか、持ってるしな、意味ないよねこうやって。よしよし、お残り3人になってるよ、こう頑張ってる間に。全部溜まってから倒すのが意外といいんじゃない？で、この曲までなんかこのさ、微妙に速いこの焦らせる感出してくるみたいな。もうなんかこの震えてるクリーポーが増えてるっていうね。震えたって。でもさ、ちょっと待って、この残り3人になってから全然減らないんだけど。この辺になってくると何、モサってことですかね。みんな強いから簡単には死なないよみたいな、そういうことですか。まあしかし自分がそのうちの一人だっていうのは非常に嬉しい話ですよ。だってもうほとんど色違いしかいないからさ、この色違いって表現が適切なのかどうかもわかんないけど、うん、でも色違いしかいないよな、どう見たって。でもさ、あのフラワーを倒せばさ、敵に行くんでしょ。しまった、こんなとこに潜ってコイン取ってる場合じゃない。コインって結構いっぱい持ってるよね私。なんかさ、なんかないのかな、いいアイテム。あーやばい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 、なんかちょっとやってみる、ルーレット回してみる、意味もない、ボーン、なんかいいの出た。あーバカー、あとちょっとだった、何やってんだ、ミスった。調子くなかったですか、3位ですよ、あとちょっとでしたね。また頑張りたいと思います。